聖ソフィア大聖堂聖ソフィア大聖堂の天井聖。ソフィア大聖堂は、ハルビンにある、ロシア聖教会の聖堂。ハルビンを象徴するロシア建築。現在は、教会、聖堂としては使用されず、ハルビン建築芸術館として、一般公開されている。一般では、ソフィスカや寺院とも表記されるが、聖教会では、寺院の故障は用いられない。1九百七年三月、 平成ロシアの兵士の軍用協会として創建された。日露戦争2月6日から1905年9月5日の終戦2年後にあたる。その後も、ロシアの茶商人などが出資し、拡張工事が行われ、1932年に現在の姿になった。現在は、協会としては使用されず、ハルビンの開拓機の写真をはじめ、絵画、教会堂などの模型が展示されており、 観光名所となっている。高さ53.35メートル、建築面積721平方メートル、ビサンチン建築の影響を強く受けており、平面が、ラッテン十字型であり、約2000人が収容できる規模である。最上階の手楼には、音の異なる7つの鐘がある。内部の壁は、痛みが激しく、色褪せ所々ど白落しており、古色層然たるおがある。 窓ガラスにはステンドグラスは一切使われていない。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐のレプリカなどが飾られ、豪華なシャンデリアは特に壮大である。周囲はデパートなど商業施設が立ち並ぶ近代的な繁華街であり、東京会はその中で異彩を放っている。また、結婚式の写真撮影の名所ともなっており、 ウェディングドレス姿の花嫁の姿がしばしば見られる。ありがとうございます。